どうしたんですか？え、今ガラケーを？なるほど。一緒に馴染みとあがりさんに頼みに行きましょうか。ゴミさん、いつの間にそんな。ゴミさん、おはようございます。もしかして私の地帯を撮影して壁紙にしてくださるんですか？断念した。お、ゴミさん、おはなんでゴミさんガラパゴス携帯を向けてくるの？紙、携帯、もしかして僕の携帯の番号が知りたいの？それなら紙になんて書かずに僕が直接打ち込めば。あ、タダム君は察しがいいのに察しが悪いんだよね、バカだから。え、頑張りましたね、コミさん。君の携帯番号を1番に入れたいから、あがりちゃんのは紙に書いてあげてねって、なじみちゃんに言われたんですけど。タイミング悪かったですね。それじゃあ、どうぞ。只野くんは心の中で方向した。